タロスザマミー、呪いの封印は、1998年3月20日に、ベルギーより初公開されたアメリカ合衆国と、イギリス合作のサスペンスホラー映画。ラッセル・マルケイ監督、ジェイソン・スコット・リー、ルイーズ・ロンバードが出演を担当する。日本では1999年2月12日に、劇場公開された。1999年4月2日に、 マクザムより日本語吹き替え版と字幕版の2つ、携帯の VHS が発売されており、1999年4月25日に、ハッピネットピクチャーズより DVD が発売されている。エジプトの王家の谷で探訪した、考古学者、リチャード・タークル博士は、3000年前の残虐非道な闇の王子タロスの墓を発見するが、同行した。 冒険家が静止を聞かずに封印を破り邪悪な力を解き放してしまったため、次々と発掘隊のメンバーが石化され、博士も下半身を石化されてしまう。最後の力を振り絞り博士は石室を破壊したが、後世の人々はタークル博士が発狂して破壊したと思い込む。孫娘のサムは祖父の汚名を進もうとするが、包帯だけが残る石棺を運び込んだ。 大英博物館の夜間警備員が残殺され、内臓を持ち去られたのを皮切りに残酷了きな殺人事件が始まる。スコットランドヤードが捜査を進める中、アジア系のアメリカ人捜査官ライリーが割り込んでくる。ありがとうございます。